誰でもなれるというわけではありません。まず日産の整備の資格、フロントの資格取得していく必要があるんですけれども、あとは会社の推薦を得られるようにですね、日々の仕事を非常に頑張っていく必要があります。その中でも店の中でリーダーシップを引っ張っていったりですとか、あとはその日産の資格、上位式を取って、毎日の仕事を頑張ってやる必要があります。やりがいを一番感じるところとしましては、お客様からのご指名をいただくことだと思います。なかなかその不具合現象が出なくて、お客様とも何度もお話をして、お客様に最適な提案をさせていただきました。本当ありがとう、山崎さんに任せてよかったよ、そんな話を頂戴しました。やはりそういった言葉をいただけるというのは整備士冥利に尽きると思います。皆さんと仕事をできる日を楽しみに待っています。うちのエースだよっていうことで結構紹介されたりもするので、そういったところの何ですかね、お客様との信頼関係の、第一歩としての入り口、やはり国家一級整備士持ってると給料の面でプラスアルファ上乗せという形で出るので、給料面といったところも、少しいいかなと。プラス何かこう一個傷磨いて消しときましたよとか、ナンバーのビス錆びてたんで変えときましたよとか、こうそういったところも、やってあげることでお客様に喜ばれるのがすごい私としてはやりがいというか、やっててよかったなっていうところですかね。日産自動車大学校で学んだことが今すごく現場で生きてます。一番はお客さんに感謝されることが今はやりがいを感じるのと、常日頃から車に触れれるっていうのは一番良いところかなとは思います。ここの学校出たらみんな神奈川日産プリンスと佐藤湘南に行くのが大半で、一番はそのあまりみんなで仲良くしながら働くのもどうかなっていうのはあって、一人だけちょっと東京にチャレンジしてもいいかなっていうような感じで説明会とか行って、なんか一番技術面で力を入れてるっていうのをすごく感じたので、楽しく、日産を学べたらなと思います。ぜひ入学してください。